本の買取価格 10% アップクーポン、ブックオフ戸越駅前店。戸越？俺高校の時に買ったんだ。まあ、ということで1月なんと8、15、22、そして29日、現在1時間30分話しまくった、日本の都市伝説から日本の映画、そして海外の映画ときて、最後都市伝説の海外の都市伝説を話したいということで、専門家のハコさんに海外の都市伝説はいろんなものを、まあ、ちょっと見たことあると思うけど、まあ、どこにゲームをやってる身からすると、やっぱり一つ言えることは、やっぱスレンダーマンは結構いろんなものにね使われてるぐらいだから、そうだね、映画、ゲーム、まあ、してはゲームのパロディとして、まあ、スレンダーマンはさ、エンダーマンがマインクラフトだけど、元はスレンダーマンが、うん、モデルになってる、そうそうそう、モデルになってるから、モデルになってんだ、そうだね、そうで、このまあスレンダーマン、まあ、パッと見、見た目はスーツを着た、すごい身長の高い、ただ顔がない、丸みを普通にあって、しかも、そう、しかも触手は入るという、まあ、のっぺらぼうなんだけどね、触手が入るんですよ、あいつは。まあ、俺がね、知ってるあれでね、スレンダーマンって2014年にね、子供たち、一人の少女が、女の子を押さえつけて殺しちゃった。やつが2014年5月の30日ウィスコンシン州ウォキショーって場所で2人の12歳の少女たちが同じく12歳の同級生を押さえつけて2人がか19回も刃物で刺したという事件が行われてて、少女たちはオンラインで話が読んだスレンダーマンの手下になるための第一歩として殺人を犯したと言われているんです。事実、事実、マジ映画であったよね。いや、マジであった話、これ。あれ、映画で見なかったっけ。映画でも見たけど、多分別の話だと思う。あ、別の話か。まあ、だからスレンダーマンは、彼女を監視しており、彼女の心を読んだり瞬間移動したりしても信じていた。だからもう迷信であるものを信じきっちゃって殺人まで起きちゃったってぐらいの、まあ、ことなんだよね、スレンダーマンって。日本で言うとスレンダーマンって何に近いんだろう。なんだろうな。でもレベル的には口先女とレベルが広いぐらい有名になっちゃったやつだからね。どちらかというとやっぱ子供誘拐、さらうとか、さらうだから。あれ、日本は何だっけな、なんか物語であるよね。あの大人たちがネズミがすごい大量発生するから、ネズミを駆除してほしいっつってお金を払うから、ネズミを駆除したのにお金を報酬をくれなかったって言って、町中の子供たちを連れていなくなっちゃったっていう。なんだっけあれ、はめるんだっけ。それ天使じゃない、ハーメルの笛吹き。ハーメルの笛吹きって、あれ違かったの。ルーのハーメルーン、ハメルーンの笛吹き男、合ってた、ハーメルーンの笛吹き男、その子供を引き連れて行くっていう、緑の服着てるやつだっけ。そうそう、こんな感じ。グリムドアのやつだね。あ、グリムドア。今思うとこれも怖いよね、割と都市伝説にもなりそうな、もともと本当にあった話っぽいしね。私幼稚園の時にあの絵本読んでた、それだからハッピーエンドにはしてたらしい一応。ああ、戻して終わり、子供たちは戻したのかな。子供たち嘘つきや意地悪の人がいない幸せな国に行った。あ、
帰ってこない。帰っては来させん。帰ってこないんだね。帰っては来させんけどっていうね。そっか、大人たちが嘘つきだから。そうそうそう。嘘つきじゃないところに連れてみんなで行きましょうね。そういうことね。って回収しちゃったってやつね。っていうのが。でも日本だとそういうのないよね。子供どの子の子の。あ、子供メインで襲うのって口先女はそうじゃなかったの？それはそうだよ。そうだよね。あ、でも子供メインではないか。子供メインは。子供が、うん、めちゃくちゃビビってたのはあるけど。あ、出てきた。ほら、スレンダーマン殺傷事件。実際に本当にあった事件。これはね、アンビリーバボーで見た。これはアンビリーバボー。アンビリーバボー。ビリーバボー。海外都市伝説。都市伝説系ってアゴさん、海外でも日本でもいいけど。個人的に一番印象強いのって何かある？印象強いの？強いの。ちょっとあの具志堅さん入っちゃったけど。ちょっと強いみたいな。ちょっと ちょっと入ったけどちょっとね。なんだ。都市伝説。都市伝説。日本とかだとまた都市伝説っていうか、あとあの怪談系があるじゃん。人面犬とか。またちょっとあの話すとき言うけど、多分日本の話が多少入るかもしれないけど、鬼火とか。鬼火、最近のやつだとこれがあるわ。モモってやつ。ん？モモってやつ。モモ、うん、ね、うん、モモ、ちょ気持ち悪いよ、怖いよ、うん、こんなやつ。あ、これ見たことあるでしょ。あ、その顔は見たことある、ね、この顔を。カッパみたいな顔してる。カッパだね。カッパなのか。殺されるよ。これがね、あれでしょ、て展示されてるやつでしょ。だったっけ。確か普通にこれって何だったんだっけ。美術技美術美術館、まあ、でもさ、これさ、なんか自殺した子いたよね、確かこれで。その誰かで自殺した子は自殺に追い込むんでしょ。そうだ、追い込むのか。指示をどんどん出してって、あの桃チャレンジってやつ。そうそうそう、子供チャレンジみたいなやつ。子供チャレンジなら平和だな。子供チャレンジで、なんか毎回毎回こう指示が来て、どん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 過激になっていくんだよね。で、最終的には自分で命を絶つように言われるっていう。チャレンジをちょっとちゃんと、自殺のことか。これちょっと掘り下げたいね、今。うん、ちょっと何遍も見てるから気持ち悪いな、これ。そう、なんか実際はその芸術家の人が作った、うん、人形、人形というか、うん、そう、まあ、なんて言うんだろう、ね、片桐仁さんもさ、うん、結構さ、なんか特殊な、うん、なんかやつ作るでしょ。それみたいな感じで、うん、その確かそれを作った人がいるんだよ。で、それが展示されて、あれ日本のやつなんだ。確かそうで、本当だ、もう日本のやつに出てきた。展示されてて、それを写真撮って、それを悪ふざけに使った人がいる。もとこれ鳥なのよ。ああ、鳥なんだ。そう、それは化け物なんだけどさ、どう見ても、うん、まあ、これぐらい結構、うん、ちゃんとしたやつなんだけど、それを写真撮って、あ、悪ふざけに使った人が、モモチャレンジがインターネット上に広まり見せたのは2018年の8月あの夏頃に、アルゼンチンのアウエノスアイレスに住む12歳の少女がモモチャレンジによって自殺したという報告が上がって、うん、この子によると少女は、少女の兄が裏庭で首を吊った 少女の遺体を見つけた際に近くにスマートフォンが落ちていて、少女は自殺前にスマートフォンで自分の姿を撮影したことと、当局は何々を通じ合った人物に自殺をそそのかれたと見られているということらしい。あ、やっぱそうなんだね、自殺に追い込ませるというか、うん、だからこれをしないとみたいので自殺ゲームが
これ日本でも流行ったよね、なんか近いのが、ね、うん、何人かがこれで本当に自殺しちゃったっていうのが実際に多かったの。これが最初はなんかすごい軽いことなんだけど、うん、どん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 過激になってって最終的には自殺に追い込むっていう。これは怖かったな俺、うん、俺当時小学生だったらやってる可能性あるよ。やばいや、だってほらビビってたんだから。あのチェーンメールでビビって、チェーンメールでビビったとこだよ。覚えてる？覚えてないか。私に、そう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 、あの半泣きで私に言ってきた。これを何人かに回さないと殺しに来るって書いてある、お母さんこれ見てって来て、そうそうそう、本当に悩んだんだから。大丈夫だよ、その人は住所知らないんだから来るわけないから、大丈夫だよ、ほっときゃ大丈夫だよ。今思うと笑っちゃうけどね。本当に泣いてたからさ、すごい素直な純粋な男の子だったのよ。今ならね、うん、アホなボケっていうかね、来れるもんなら来る。だってね、ね、もしだってお化けがもしいるってなった時にうるせえって言うじゃん普通に、ね、給料払えばにやろう。みんなそうだよ、なんかポルターガイス的な音がしたらうるさいみたいな。住んでもいいけどお金出せやっていうね、どっから音出してんだよっていう。どこの音だよって思う。本当それぐらいちょっとあのイカれちゃってるから今。だってこの間飲みに行った時にさ聞かれたもん、最近大丈夫って聞かれたよ。嫌なの？聞かれた。だから最近もうちょこちょこあるけどもう慣れたから大丈夫っつって、慣れるんだねって言われた。最近大丈夫は余計なお世話だな。よくこうさ、一番やめてほしいわ。仕事一緒の時にさ、うん、あのそういう音がするんだって話は知ったからさ、やばっつったってやめてほしいよね。最近どうみたいな。見れてんじゃないんだから。まあでも都市伝説、まあ都市伝説っていうのはさ実際にあるかどうかわからないから、人によってはもう感じたことがあるかもしれないけど、ないことの方が多いじゃない。そうすると海外だとやっぱ SCP なんてもう都市伝説を固めたようみたいなもんだもんね、 あれってね。面白いね、実際にない話をあるようにしてるっていうのがそういうやつだから、ちゃんとその試験をあの通ったものが SCP になるから。そう、一般の人が考えたのをその SCP の財団、まあ、財団というかそれを本当にいるの？いないよ。ないないない。それを管理してる人が審査するのよ、うん、それを本当に SCP にしていいのかどうか、うん、で管理で通ったやつが SCP になるっていうので、うん、だからそうだね、 SCP は結構調べてみると面白い、うん、なんか結構泣けるのもあるよね。ある、まあね、確か最近はねもうね全然あの全然というか確かもう入れてなかったんですね SCP に入るの、うん、あのなんだっけ最強の哺乳類、哺乳類、うん、なんかワニみたいなやつが、ワニみたいなやつ、そうワニみたいなやつ、あああったね、うん、強すぎるやつを入れてしまったせいで、うん、何にも勝てねえ。ちょっとまあちょっとね限度点はあったのかもしれないけど、ね、南ちゃんでも勝てないから、うん、あとまあ海外ではないけど、そういえば日本で言えばメリーさんもそうじゃない。ああ、そういえばメリーさんがあったよ、都市伝説日本に来ちゃったけど、ちょっとメリーさんね、あれってリカちゃんのなんだっけ、電話、そうなの、知らないの、そうね、リカちゃんの電話のおもちゃ、都市伝説的には公衆電話で自分の携帯に電話をかけて、そうすると夜あの公衆電話から、うん、あの電話が自分の携帯に電話が来るみたいな感じだったと思うよ。そっか、リカちゃんの電話は違ったか、そっから自分の家に来るっていう、うん、ね、今メリーさんの電話、まあ、怪談系の都市伝説の一種なんだけど、うん、あの概要欄にね、ある少女が引っ越し際に古くなった海外製の人形メリーを捨てていく、その夜少女に電話がかかってくる、私メリーさん今ゴミ捨て場にいるの、少女は恐ろしくなって電話を切ってもすぐまたかかってくる、私メリーさん今タバコ屋さんの角にいるの、そしてついに、うん、私メリーさんあなたの家の前にいるのという電話が、
怖くなった少女は思い切って玄関のドアを開けたが誰もいない。やはり誰かのいたずらとほっと胸をなで下ろした直後、またもや電話が、あたしメリーさん今あなたの後ろにいるのっていうのが初めっぽい、だってよ、人形、自分が捨てた人形が帰ってくるっていうのよくあるじゃん、それが電話になってるのがメリーさんみたいな、その電話が、あのおもちゃの、私が聞いた話は、そのおもちゃの電話、電話、子供だから、おもちゃの電話、鳴るはずのないおもちゃの電話が鳴って、それを取ったらメリーさんが喋ってるっていう、リカちゃんの人形じゃなかった、あの電話じゃなかったかもしれないけど、なんかおもちゃの電話が鳴ったっていう感じの聞いた、あとね、このね、他にも似たような話系でいっぱいあるのがね、まずあの振り向いたら殺される、え、少女が刃物、少女が刃物で刺される、少女が生死、生きるか死ぬかみたいな、怪我の具合が様々違ったりとか、いろんなところで、マンションが舞台で電話のために自分の住む階に近づいてくると、引き逃げをしたタクシー運転手に被害者の女性から電話かかってくるパターン、名前はメアリー、メリーなら様々、日本人の場合もある、あ、リカちゃん人形の階段もあるって、やっぱりあることあるんだ。あとはチェーンメアル、あ、メリーちゃんじゃなくてリカちゃんが帰ってくるんだね。リカちゃん帰ってくるのは別にいいな。捨てた日本人形がいつの間にか家や部屋に戻ってくる元ネタらしくもね、死んだ恋人は知らない人かっこ幽霊が公衆電話から電話かけてきてだんだん家に近づいてくる話、箱長いやつ、最後に家にたどり着いてインターホンを鳴らす。リカちゃん人形というサービスが、リカちゃんが電話に電話をかけるとテープが流れてリカちゃんの声が聞こえる、そのリカちゃんの電話がかかってくるという怖い噂があった、あったんだね。あ、そのリカちゃん人形のあれでサービスであったのか、リカちゃんの声が、あんたの近くにいるのってやつ、うるせえガチャプープー、それ流行ったのって、私はやっぱ小学生ぐらいの時の、そうだね、リカちゃん、メリーさんは、あのね、メリーさんは怖かったけど、あの面白い画像で、あのメリーさんの対処法っつってさ、メリーさんが今あなたの後ろにいるのって時にブリッジをしとくっていう、その時にちょうど後ろにこう背中にこうなってるじゃん、あなたの後ろにいるのって聞いた瞬間に手を離して上からドンとさ、だってうわってさせるっていうで捕獲っていう、ね、そう、メリーさんの捕獲方法っていうのがね、あったの昔あったね、それはね覚えてる、すごく捕獲すなって思ったけどね、やっぱ都市伝説っていうのはやっぱ都市伝説だけあって、やっぱ迷信だからこそいろんな話があるんでね、私はこう覚えてるけど他の人はこう言ってるっていうのがやっぱ多くはあるんだけど、それこそスレンダーマンだって最初俺触手なんて知らなかったからね、触手があると言って、でも触手が本当は実際あるみたいな、俺は子供しか連れ去らないと知らない、そうそうそう、俺もでもゲームで見るという子供だけじゃないからね、ね、あのスレンダーマンが流行ったのって確実にあのフリーゲームだよ、フリーゲームだね、絶対、実際にほら7枚のあれは怖えよ、ハコさんにちょっと生放送であれをクリアしてもらうとさ、あれはね6枚目からね絶対に無理だから、うん、だって 2,3 枚しか取れなかった気がする、あれ振り向かなきゃいけない、7枚までしかいかない、だって1回振り向いてスレンダーマンチラッと見て止めさせなきゃいけない、あの、いやもうマリオで言うテレサみたいなもんだよ、ああ後ろ向いたら来るって、そうそう、だるまさんが転んだをダで後ろ振り向く、ダダダダダダダスレンダーマンも卑怯だわって言ってくるずるいやめろよっていう、都市伝説、でもさ都市伝説ってさ、地方によって違うよね、まあね、北海道と九州とかさ、あれはくねくねとかが、あ、そうだ、くねくね、もうほんと日本っぽんなっちゃってるけど、いいね、もうね、くねくねってあの畑のやつで、ね、こうやってしてるんだけど、これを見てるとどんどんおかしくなってくるやつ、 それをあの遠くで見てる分にはいいんだけど、近くでプラスこのこれ、あの双眼鏡とかでまじまじと見ちゃったら、自分もくねくねになっちゃう、なんかあったね、くねくね、そういうのね、だった、 YouTube で見たな、うん、お兄ちゃんがいなくなるとか、そうそう、弟がいなくなる、まあ、特にこれは田舎系のやつじゃない、で、あとそれでやるとほら八尺様もそうだ、八尺様もそうだね、八尺レベルに高いって、ものすごいでかい、背が高い、白いワンピース着た、うん、面白かった、
ね、子爵様、子供しか狙わない、これこそ男の子、ポッ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 ポしか言わないしね、そうそう、うん、まあイメージ的にはこんな感じ、めちゃくちゃでかい、連れてっちゃう、男の子しか狙わない、狙わない、持ってかない、男の子大好きな、うーん、そうそう気持ち悪い、エロいおばさん、ショタショタコンの女の子だ、でポしか言わないからね、ポ、あの人に化けていて、だから今考えたらスレンダーマンの日本バージョンは八尺様の可能性は近いよね、まあそうだね、身長のデカさ子供しか狙わないっていう、うん、あの人に化けれる、うん、キツネなのかな、声も変えられる、もしかして八尺様ってそうなるとキツネ、明治はキツネのイメージはありそうだけど違うかな、海外の都市伝説全然思い浮かばねえわスレンダーマンくらいしかあんなかった、学校の都市伝説、学校の怪談系、学校の怪談系、ちょっともう日本でいいねもうね、もう諦めた、うん、私あるよ、はい、諦めたんだ、自分の、ね、んいや違う、今普通に日本のさあの狐の捕まえ方は揚げたネズミを揚げればいいんだよっていうことをしただけだから、揚げたネズミ都市伝説関係ないし、狐の回収方法だよあのなんか、ね、一生に一度のご褒美なんだって、狐からすると、あの狐はあらなんだっけ、こっくりさんなんじゃん、うん、あれってさ狐とかまあまなんか混ざってるじゃん、うん、でそれで日本酒とかさ油揚げとかって言うやつじゃない、あの昔って油揚げじゃなくてネズミの揚げ物だったの、けど準備するのあのもう用意するのも大変だからっていうので、あの代わりに油揚げになった、うん、失礼なやつらだねだからさこっくりさんなんだと思ってんだって話だよねだからめんどくせえから油揚げでいいだろってお稲荷さんとか、うん、あるじゃない、そうそうそう、こう冷たしね、そう実際はあのあ、キツネ、あ、ネズミに見立ててるのかな、それあ食べれなくなっちゃうね、食べたらさ違うなるんじゃない違うこれ、違うこれじゃない、本当にうまいやつじゃんっていうなっちゃうよ、ちょっと稲荷寿司食いたくなっちゃうな今から見る、じゃあ学校の階段の話でもしてみる、うん、うちの学校、小学校 の、うん、の1階のトイレの、一番奥の、昔はさ、なんだろう、ポットベンチャーなんだ、ポットン引っ張って、うん、ちょえ、ポットン、ポットンだよ、あ、それ回収するやつ、うん、あ、そのまま放置系、水洗トイレですね、あ、流さない、誰が回収するんだよ、だから一番奥のトイレの下には小さいお墓があるっていう、はそこに入ったらあの連れてかれちゃうっていう、連れてむごいな、あの小さい子がいる、落ちちゃった子がいるからそこの中にちっちゃいお墓をつけた、なんだ嘘つけみたいな、落ちたって戻ってこれるでしょ、そんなでけえボットンベッドじゃねえんだしうちの小学校古かったから木造なのよ、木造ね、廊下も階段も全部木造、だから歩くたんびにギシ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 、それであの、うん、学校の敷地の中に川が流れてる、敷地の中に川が流れてて、扉を開けるとそこが川がある、水が流れてて、みんなそこでモップ洗ってる、なんだそれは、結局変わったくするだけじゃねえかそういうね古臭いね学校だった、それだったらねボットン便所じゃなくていいよ ね、川の水でうんこ持ってってけばいいんじゃないうんこ汚べえっていうかみんな石狩だからね、石狩も超田舎だからね、うんこが流れてきて、またあの小学校またうんこ流すべ石狩こんな喋り方じゃない、べとは言えない、学校の階段、まあ、簡単に言えば花子さんもそうだし、あの十三階段もそうだし、うん、十三階段もそうなの、あれもね、マンションじゃないの、マンションでもそうだけど、実際学校の階段でも十三階段にしちゃいけない、どこも全部階段は十三にしちゃいけないっていうのが、あ、そういうこと
ことか。ほら、あの刑務あの死刑台が13階段だからっていう理由で あったね映画ね。降りるときは14なのに登るときは13になるみたいな都市伝説もあったね。マイク近かった。そうね、今急に見ようとかファーあとは何でしょうね。あとはあの銅像が動き出すとか、あの古いやつで言うとね人面犬もそうだし、あれ今あれだよ、あの像銅像さ、座ってるらしいね。座ってんの？あの二宮金次郎座ってんの？そう、あのこう立って読んでるのはあの歩きスマホ的に良くないからって言って、なんかベンチかどっかで座らせてるらしい。バカじゃねえ。座ってこう本読んでるって。昔からあるものを新しくするのは良くないんだよ。昔のものは昔で置いときゃいいんだよ。だからあの状態でどっか博物館かなんかに置いとくならいいけどさ、いやあれ見てさ歩きスマホしてんのと一緒じゃんって言ってるやついたらアンポったんだぜ。だって歩きスマホなんてさ新聞紙がスマホに変わっただけじゃん。だってあれでしょ、勉強の象徴でしょ。確かにそうだよ。あの働きながら、あの勉強してる頑張ってる男の子なんだよ。頑張ってんのに休んじゃったそれなのにもう疲れたっつって休んで本読んじゃった。それだったらね、もう足組んで携帯いじってるかもしれないね、こうやってそう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 、ね、宮本金逆にそこまでしてほしいよね。いっそうだね、いっそうならね携帯いじっててほしい令和版やだ気持ち悪い。なんだそりゃ。あ、そう、学校の階段調べてみよう。あ、でももう30分になるのか。あの、はいな、あの理科室の人体模型が置くとか、あ、あと電話、あれだ、あのピアノの音が鳴ったりとか、竹本ピアノが流れるんだよ。竹本ピアノ急に聞こえるんだよ、電話してちょうだいってあとあのピアノ、うちの小学校の屋上にある東西南北の書いてあるやつ、北側に壊るっていう。ミスターだけじゃないそれ、うん、多分ミスターだけでしょ。来たってあれ誰かのさ、セキセミス、誰かの写真の時にさ音楽室をさ外中から外撮ったらさ、あのそこにもうなんだっけベランダとかないのにさ赤い女の人が立ってたって。写真にあ、それ怖っ。あとね、なんだっけ、卒業写真か何かのだったっけか、何か誰の卒業の、あ、俺それ見たことあるな。そう、もうそこは窓なんだけど撮ったらそこに女、外に女の人が、赤い服着た女の人が立ってたねっていう、なんだろうねこれみたいな。窓の外に女の人を見たのはある。心霊写真になっちゃった話が。あとほら、あの校舎裏の井戸とかっていう話もあるよ。そうなの、うん、分からん。ペアスの学校違う。ああ違う、謎の学校じゃない。あ、これも特殊だから、これもあれだ、引き子さんっていうのも一応都市伝説だ。大丈夫、あ、引きこもりの人、うん、違う、あ、違うのか。引きこもりのおばさんの都市伝説ってあそこ引き逃げされた人、いや、あのうんとね、子供を足掴んでむちゃくちゃ引きずるんだって、うん、あ、引きずる人。ね、雨の日、白いボロボロの着物を着て人形のようなものを引きずっている女と出会う。よく見ると女の目はつり上がり、口は耳元まで裂けている。裂けちゃった口裂け女。んだね、そして女が引きずっているものは人形ではなく小学生ほどの子供のそのものだった。女は自分の姿を見た子供を捕らえて肉の塊になるまで引きずり回し決まった場所に連れて行き放置する、彼女は自分が受けた、ひどいいじめに対する恨みから子供を捕まえて肉の塊とかすまで引きずり回しているというもの。さっきあったよね、あの口裂け女でさ着物着てるって、うんうん、で白い白いバージョンがあるって、バージョンもあるって。引き子さんってさ、あのなんていうんだろう、見た目口裂け女でさ、だから100キロババアも混ざってんだよ。あ、だって肉狩りするの足速くないと、うん、あ、無理だから。肉か、引き子さん、いろいろとね、なんかごちゃ混ぜに混ぜて作られたやつもいっぱいあるんだよ、うん。なんかすげえな、ババアシリーズ多いぞ。三次ババア、四次ババア、紫ババア、足売りおばさん、めっちゃあるんだよ。足売りは
めちゃくちゃあんだな。そう、ババ集団っていうあのババア48っていうさ、あのなんか都市伝説のババアを集めて、あのなんか画像を作ってるやつあったけど、ババア48、BBA 48。もう口裂け女もババアでしょ。いや、もう全員ババアだよ。そうだよ。だって、いや、あの年は取らないかもしれないけどさ、都市伝説的にはさ、うん、言ってしまえば花子さんもおばさんだよ。本当だよ、全員ババアやかな。やだわ。いや、男の人ってないね、そういうのね。なあ、ないね。スーパーマンとは男の人かもしれない。海外では男が多くて、日本では女性系が多いのかもしれない、うん、だって日本だけじゃない、あのお化けのイメージって白い服着て髪の毛が長いっていう、うん、あのイメージっていうのはさ、うん、そこからじゃない、まあ、ということで、あの33分になってしまいましたので今回はここまでということで、1月はいろんな話したけど天狗とかは関係ないね。天狗、山の話。まあ2月からどんな話するかは分かりません。誰が出るかも分かりませんが、よろしくお願いします。ええ、腹減ったから食おうか。そうね。ねえ、俺今日普通に5段で行ってきたんだよ。途中で眠かったんだよ。帰ってきたのに2時間近く話してんのよ、ここ座って。スーパー行って眠いって言って、マジで眠いって。帰ったら寝よう。起きちゃってね。あ、ちょっとね、これは編集しないといけないから。まあ、ということで、はい、また来週何かしらの話をしましょう。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。